それではリアルフライトエボリューションの紹介をします。これは PC でやるラジコン飛行機のシミュレーターです。プロポみたいなコントローラーが必要なんですけれども、こんなやつを Amazon で5000ぐらいで買ってます。純正のやつは2万円ぐらいするみたいです。これを PC につなげてます。これはエアロバティック 3D 用の H540 という機体です。PC はノートパソコンで、グラフィックカードはしょぼいんですけれども、それでも、十分ですね。VR も対応してるんですけど、恩恵はほとんどなくて、ちゃんと飛行機を捉えてくれるんで、まあ遠くに行くと小さくはなるんですけれども、まあ、それはリアルのラジコンでも同じですね。VR だと解像度が悪くなるんで、モニターでも十分です。これは、ジェット機の U39 ってやつです。自分は今はやってないんですけど、ラジコンの飛行機ですね。これは10年以上はやってました。前カナダに住んでたことがあるんですけれども、車で10分も、走れば、電動ですけれども、ラジコンの飛行機飛ばせるところがあって、毎日のように、飛ばしてましたね。日本だと、ラジコンの飛行場に行くまで2時間とか車でかかるんで、まあそれはもう無理なんですけど、このシミュレーターで、十分楽しめるかなと思います。ちなみにリアルフライトエボリューションは Steam で、1万2000円ぐらいでした。これは、ブラジンです。リアル、フライトエボリューションは、物理特性が、かなり、よくできています。スナップロールだけはちょっとまあいまいちなんですけれども、それ以外はほぼリアルと同じ感覚で、飛ばせますね。まあ、いろんな、飛行機もいろいろ、チューニングですね、できて、まあ、飛行の、まあ、特性ですね、そういうのも、好きに、変えられますし、まあ、エンジン自体も変えたりとか、エンジンの出力変えたりとか、あとは、まあ、エンジンのサウンドとかも、変えられたりとか、もちろんあとは、色を、変えたりですとか、そんなことも可能です。あとは、まあ、グライダーとかですね、そんなのも、あります。これは、ヘリです。ヘリは自分はリアルでやったことがないんで、まあ、下手くそですけど、まあ、これで練習すればかなり上手になるんじゃないでしょうか。墜落してももちろんお金はかなりです。あとドローンとかも、あります。それではリアルフライトエボリューションの紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。